どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続けてやっていきましょう。ゴジラバーサス、いきましょう。お。エリア内の反応、ゴジラです。私たちはゴジラを止められるのでしょうか。無理なんじゃない？なんて。なぜゴジラは分かってくれないのだ。我々はこうも分かり合おうとしているのに。大変ですな。姿を現します。もう表すの？正体不明の反応。なんだ？お、こいつは。ガイガン。ガイガンです。いやー、来るとはな。70メートル。ちょっと俺より小さいけど、でも怠慢か、これ。ガイガン殿。第一部隊、攻撃を開始してください。いかにも改造された感があってなんかいいですよね。結構ガイガン好きって人多いと思うんですけど。おい。いだだだだだだ。当エリアのジェネレーターは残り1機です。え、ジェネレーターなんてあった？気づかなかった俺今。いだだだ、なんだこれ。よいしょー。でもそんななんか意外と、うわー、いて。第3部隊、攻撃を開始してください。さあ行くぞー。うわー、いやいや、この野郎、つかみ技でうまくなんか掴んだら何かで、おっとっとっと、なんだ、すげえ動きした。掴んだ。うわー、どうすんだこれ。いやー、なるほど、つかみ技はなかなか強力ですな。反応低下。いた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 。うおー、あ、すげえ。へえ、噛みついたのかな。この野郎、くらえ。やったぜ。さあ、あとはどこだ？あれか。あ、なんか意外とちっちゃいな。あ、しかし動いてんのか。ジェネレーター。潜水艦みたいな感じになってるのかな、きっと。ちょっとなんか時々見えるのがいいですね。その、なんだろう。こんな表現あったっていう。その劇中で出てきた。ジェネレーター、うえ、やった、気持ちいい。そんな、だからあのちょくちょくしか水、なんか潜水艦として出てこないけど、あの防御力はないからすぐ壊せるってわけだね。そうだよ、気づいてきたか、ようやく総理。シン・ゴジラだと早々にやられてた気がするけど。ゴジラはどこへ向かうのでしょうか。おお、夜の東京、新宿じゃない？ちょっと行ってみよう。進化により熱戦の種類を変えることが、あ、そんなことあるんだ。エリア内に反応、ゴジラです。来た。さあ、狙いはどこだ。今回またジェネレーターかな。僕だけゴジラは入り込んでくる。私の思いが弱いのだろうか。どんどんなんかこう自信がなくなってきちゃって。これよりゴジラとの総力戦に入ります。え、総力戦。スーパー X を中心にゴジラを徹底的に叩いてください。何、スーパー X、 気になるな。クリア条件すべてね、で戦車21と、すべてのジェネレーターを破壊。まずは一つ目確実に落としていこうかな。そしたら、くらえ。30秒後にスーパー X、 了解。スーパー X っていう、なんかなんだっけ、浮遊戦艦みたいなのがあるんだよね、確か。戦艦と言うべきなのかちょっとわかんないですけど、まあそれ多分後々出るかな。
やっぱ気持ちいい。このなんかビルの真ん中でこう泣き払いっていうのが結構気持ちいいんで。来たか。撃破できたらでかいだろうな、スーパー X。うい、まあ、まずはジェネレーター1個ぶっ壊しとこう先に。いだだだだだだだ、重いのが強えぞ。いた、スーパー X、 こんなとこに見つけたぞこの野郎。シャー、勝てえ重いのか。やるのはスーパー X、 かかってこい。この野郎、攻撃手段がな、なかなか結構ちょっと熱戦吐くしかないので現状。いやー、とりあえずジェネレーター1個破壊、これでさらにしでかくなって。意外と厄介だぞスーパー X、 うろちょろするから。よーし、どこだ、いた。投げ払いが意外と当たったりするから便利っちゃ便利。正面にくらえ、いででで、ね、ビームとの相殺されちって、相殺っていうか攻撃、あんまりいいダメージが入んなかった。ぬわーりゃ、この野郎はどこだ、スーパー X 出てこい。お前をやらなきゃ先へは進めない。あ、トーチカといい感じに、この野郎。さあ、あとちょっと。あとちょっと尻尾で、お、叩き落とす。さあ、あ、意外と当たらない。よいしょ、いててててててて、うまい、この野郎。ちょっと先に、こいつを沈める。よーし、トーチカをぶっ壊して、さあどこだ、出てこい、いた、ぬあれ、よーし、スーパー X やったぞ。あとはジェネレーターだ。ビルなんてのはこんなん残さないよ、悪いけど俺の行く先々で。よいしょー、123の4、これが結構強い。よっちゃ、よいしょー、ジェネレーター赤い。当エリアのジェネレーターは残り1機です。あとちょっとか。熱戦はやっぱりしっかり入っとかないと、溜まった時に使っとかないとなんかもったいない気がするので。うえー、よーし、投資家はもうほぼやったんじゃないか。残るはこのジェネレーター像。わかった、やっぱそうだ、この方向で相殺できるんだ。よいしょー、大勝利。今日も勝ってやりましたよ。ゴジラの生存を確認、我が部隊は壊滅。いや、ゴジラの前に人類はなすべもなくってやつだな。私はゴジラというものがよくわからなくなってしまった。退陣するよ。お、退陣した、お、ついに。どちらにせよイージーはここまででしかできないんだね。ゴジラのデータ収集が間に合ってさえいれば、人類にはまだ切り札が残されているのに。ほう、だからデータ収集次第でそのなんか、お、進化要因ゴジラ細胞、はあ、To be continued。 お、あ、なるほど、はい、これでなんだろう、進めて、ニューレコードありがとうございます。
何、ジオラマモード。モンスターファイルガイド。これで、だから、その、なんでしょうね。いろいろと、情報が集まってれば、で、まあ、で、あの、ゴジラのデータ、収集が間に合ってれば、もっとなんかこう、新しい展開があるのかな？展開が、展開を得ることができるようになったのかなっていうことかな、おそらくは。そういうことですかね。間違えちゃった。まあいいや。とりあえず押してみちゃったけど。そういうことでしょうね。そしたら、じゃあちょっと、いろいろやっていきましょう。裏でちょっと、まあ、進めていくなりなんなり、あるいはちょっと別の分岐もね、楽しんでいこうかなと思います。それじゃあ、明日のところでお会いしましょう。ウカでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。